はは。い、さんんこにち村長です。今日はですね一回皆さんに僕のシステムを見ていただこうと画面に映していますこのパソコンはですねノートパソコンで動いていますそしてこれは i7 の Windows ですけれどもそんなに速くないですグラフィックボードが載っていないというね致命的な パソコンなんですけれども、このようにノートパソコンがあるんですが、このノートパソコンは何も使ってません。CPU だけのためにあるって感じで、その横にメインのスクリーンがあります。これは DEL のモニターです。タッチモニターになっています。マウスでやらなくてもこんな風にわかりますでしょうか こうやってマウスを動かしたりとか囲んだりこんなことができるようになっているタッチパネルモニターですそしてその上にこんな感じで全く同じサイズなんですが上は 4K モニターなんですでもですね老眼になって 4K にセッティングできないという悲しい状態にありますそしてその上には 有名なロジテックのウェブカメラがあります。ちょっと部屋の方を見渡してみましょう。帽子が好きでこんないっぱい帽子があったりですね。ここにはスクリーンバックのためのロールがあったりしています。スクリーンの話で言えばこっちを向いたら丸型のこんなスクリーンがあります。 まあこんなちょっと余計な部分をお話ししましたがこのようにカメラ僕を狙うカメラはこれと先ほどの上からのカメラとかですねもうカメラは10台ぐらいありますのでつな、えー、ぐためにはこういうアームですねここに出てますしもう少し後ろにはこんな風にここにもアームが取り付けれるように やっています。そしてメインの録画とか配信用には ATEM ですね。ATEM ミニ ISO がありまして、録画はここでやっています。ここに SSD をつないでいつも録画をしています。そして横には本当はあと2台スイッチャーがあるんですけれども、 ローランドのスイッチャーですね。ちょっと汚れていますね。こんな感じになっています。あと、ヘッドホンのモニターのために、こんなようなヘッドホンのアンプがありまして、ここを通じてスピーカーに行ったりしているんですけれども、場所が狭い分ですね。ミキサーなんかはいっぱいあるのに、こんな小さなミキサーを つないでいます。はい。マイクが2つしか入らないような、ヤマハの AG だったかな ?06 とつくのとよく似た仕様になった、え、モド、ヤマハモドキのミキサーがあります。そして、ちょっとここには面白い、ショガーカメラですね。こんな感じになっています。ここで、書類とか、 あと、部品とか、そういったものを映したりするとき、例えば、こんなものですね。初学カメラに映して、ウェブカメラとして使ったり、もしくは、この ATEM につないだりとか、いうふうな形でやっています。ここにもノートパソコンがあるんですが、このノートパソコンは今はあまり稼働していません。本来、ここはですね、 スタジオの中の演奏エリアだったんですけれどももうそれが様変わりして配信とか録画とかそういうのができるようになっていますちょっと立って離れたところから撮影してみますはい全体像というのはこんな感じです後ろにもいっぱい楽器があったり大きな88軒のピアノなんかもあったりします 一時はとってもライブとかをやっていましたのでこんなような仕組みになっているんです暗くて見えないと思うんですけれども部屋は全体にこんな感じでここに本来なら DTM のシステムがありますちょっと向こうに簡単に回ってみましょうここはあまり今は使っていません使ってないな割には、 42インチのモニターとこのようにモニターがありまして、後ろのスピーカーにはオーラトーンとかですね、案外有名なアイラウドのモニターとか、こういうのでモニターはかなりたくさんあります。そして、こちらの方にはアウトボード的なものがあったり、DJ のミキサー、そういうのがあったりします。 そして、ここらにも、キーボードもですね、えー、皆さんに人気のある、コンプリートのキーボードだったりです。あとは、タブレット。そして、ボイスチェンジャー。8チャンネルの、フェーダーですね。DTM のフェーダーがあったり、ヤマハのデジタルのミキサーがありますが、ここらはですね、あまり、 今は使っていません。もちろん DTM をしっかりやらないといけないときは、この42インチのモニターでやったりしています。あとは、ケンジントンのトラックボール。これもですね、今、眠ってるような状態。もったいないですね。というようなことで、まあまあ、部屋全体は案外広いんです。 え、ごちゃごちゃなって映すのが恥ずかしいぐらいですけれども、こんな感じですので、一人でやるには十分な広さがあります。ということで、今日はですね、僕の環境をお見せしましたが、ちょっと夏の間ぐらいに部屋を模様替えしてですね、さらにパワフルなスタジオにしようと思っています。 村長スタジオでした。